この扉、もしかしたらここがこのダンジョンの終着点かもしれないな。やっぱり感じるのね、他とは違う雰囲気を。ここはさっきのジークフリートよりももっとヤバい感じがする。どうする、このまま戦いに行く？やっとここまで来たんだ、このままボスに挑もう。わかった。セブン、プリビエット。キリト君にレイン。君だけか、他のシャムロックはどうした？みんなもうやられちゃったよ。本当に強かったの、でも私がたった今倒したから。え？なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神を。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ、一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ。君に敗れた後、スメラギ君もこのスキルを私に引き継いだんだよ。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバルトエリア限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、スバルトエリア内限定で離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験。題してラグナロク北欧神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、いくらシステムで許されていたって、多くのプレイヤーたちのゲーム体験を、経験値を積み取ったんだぞ。スキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が、君の実験のためにその責任の重さを理解してるのか？キリト君、やだな、熱くなっちゃって。私は一度も強要してない、間違ったことは言ってない、みんな賛同してくれただ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせ。何を言っても無駄なのか。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず。いい結果が出ればいいな。あ、セブン、あんた何を勘違いしてるの？レイン、あなたは何の件？あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おい、レイン。キリト君は黙ってて。確かにあんたの実験は交渉かもしれない、でもあんた仮にもアイドル、夢を与えるのがアイドルの務めなのに。みんなのため、私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。これは互いに利益を分け合う、みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったっていい。それにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士だかなんだか知らないけど、よくわからない実験に利用されるのはキリト君も私も。私たちに用意された大事な遊び場を。ゲーム、別にあなたの理屈を全部否定しても私は止まるつもりはないよ。そうか、ラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して
と強力な OSS を無数に持つ私に勝てる。そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちのラスボスにふさわし。そう、キリト君、行くよ。これでも食らえ！かかってきなさい。みんなから受け取った思いと力、ここで嫌というほど見せてあげるから。そんなかりそめの思いに力は宿らない。それだけの応援戦を持って、私が追い詰められるだなんて。素性についてます。覚えているか。それは確か数ヶ月前に突然現れた新規プレイヤーの集まりで。まだ。サンキューな。勝利を見せつけてラグナロクパストラルを歌っ。セブン。そうだわ。あなたたちを倒せば私はさらなる英雄として。だからキリト君。セブン。キリト君、セブンの様子が何かおかしいよ。これは。私は絶対に。クラウドドレインの意識が私に。どういうことだ。セブンにこんなスキルがあったのか。一度にたくさんの OSS を引き継ぎすぎて、プレイヤーアバターがデータ型になってしまったのかも。キリト君、ごめんね。最後の最後までうちのことで迷惑かけて。俺たちのスバルトエリアのラスボスをこいつってことにさせてもらおう。ちゃんとこのラスボスを倒して報酬を受け取ってやる。そうだね。これが最後の戦いだね。よし、行くぞ。うん、楽しくなってきた。助かったよ。
だ余裕だぜ。助かったよ。ここで無理ね、決めた。私が一番かな。ここで無理ね、決めた。やあ楽しくなってきたぜ。自分の置かれている状況に気づいてない。うるさい、うるさい。